くちゃろー、初めましての方は、初めまして、さくらさきと申します。以前はツイッターの方でホロライブさんのアプリでホロライバーとして活動を行っておりました。そんな私も、住職さんことお父さんにより、私は受肉いたしました。お父さんありがとうございます。知ってる方は今後も私のことをよろしくお願いいたします。今後はこのニュー私ことニューさくらさきとして、皆様と一緒に楽しいことをしていけるといいなと思っております。いつかは他の仲良くなった VTuber さんたちと一緒に楽しいコラボができるといいなと思っております。はい、他今まで私のことと私と、関わってくださったホロライバーの方、他の VTuber のお知り合いの方々どうでしょうか。ニュー私です。これこのくだりはTwitter の方にも上げて2回目なんですけど、はい、ちょっと天丼ですね。天丼はあんまり面白くないというあれもありますけど、でもゲーム実況とかも今後やっていきたいんですけど、何かおすすめなものとかあったら教えていただければ嬉しいですね。ホラーはちょっとだけ考えさせてください。はい、あまり過激なものはちょっと私のパソコンのスペックもありまして、あまり重いものはできないんですね。PUBG というものとかは多分大体できないですね、私のパソコンは。ノートパソコンではないんですけど、ちょっとパソコンが低スペなもので、はい、あと有線なんですよ。有線なんですけど、ね、あれなんですよね。なんか重いんですよね。まあそういった感じで、私はできる範囲は、ちょこちょこやっていきたいと思っております。これウィンクできるんですかね。えい。あ、ウィンク下手くそみたいになってます私。えい。両目つぶりますね。両目つぶっちゃいますね。あ、でもこれでしたら、私の替え歌できるんじゃないですか。やってみましょう。よいしょ。これ、エコーかかるんですかね。よいしょ。かかってますかこれ。うんうん。できるかな。桜の限界を超えて、私は来たんだよ。何でしたっけ。何でしたっけ。クッキーはついてないけど、できれば欲しいな。早く花見に来てよ。どうしたのか、刑事ずっと見つめてる。君のことサクサクにしてあげる。歌はまだね、頑張るから。サクサクにしてやんよ。だからもっと私を見に来てね。これちゃんとエコーかかってますかね。これ私が作曲で考えた、サクサクにしてやんよっていう歌です。何がサクサクかというと、サクサクパンダが好きなだけなんですけど、うん、あとは桜咲くの意味で、まあそれもありまして、私の挨拶の桜ちゃろうがあるんです。はい、というわけであんまり長くないのもあれなので、この辺で終わりたいと思います。皆様、よければ気になった方は